全然バラバラ、うん、どこ行くどこ行く、なぜそこに行く、ピンポイントで。
これみたいになってない？かわいい。やばいね。ああいうなんか生物みたい。小巻じじい。ほんとやわ。しつこい。しつこい。ウッシーももう頑張って。もうちょっと。ちゃんとついていくやん。二人揃っていく。うん、兄弟。今日揉めないね。揉めて揉めて。毎日恒例。揉め方が弱いな。一応満たされてるから。よし、はい、お待たせ。じゃあ、入れていきますね。下からすごい。無理やり。上から引きで取るとやっぱ ちっちゃいな、うん、まだ耳がね横。哺乳瓶クラス横耳さんです。しかし本当に生地だね、あの、うん、ね、昨日の工事すごいよね。こんなに揃う？多少もね、うち以外もね。まあ生地多いからね。多いけどさ、やたらさ、すごいね、今年ね。でも暑い中生まれてるで。強いのか。強い子しか残ってないんじゃないか。で、白い子とかもいたかもしれんけど、うん、ダメやったとか、あ、それもそれで悲しいよね。一緒だから多分減ってって最後残って淘汰されるの。見つけられた時には2人になってるとか。うん、2匹ってことはないよ。強いのだけが生き残ることができるんです。いや、かわいいけどね、まんべんなくいたらいい気もするけど、こればっかりはね。怒ってる。手出た、手出た。ペチペチペチ。ガシガシ。そうやってしてるからチリチリパーマになってくんじゃないの。でもこれで戻ってんの。そっか、研いでるの。かわいい、必死。おかしい。かわいい。もう写真撮って。おお、よしよし。優しい感じで揉めてる。撫でてやるわ。ちゃうか。見てるよ。呆然としてます。眠いぞ。うん。